キャンクアン事件は、ウガンダの中央地域北西部の県。2014年の人口は214,057人。県とはブテンバ。県とブテンバは、首都カンパラから道なりに、約160キロメートル北西に位置する。東、アフリカ第一交代の西部に位置し、海抜線から1,200メートルの平坦な地形に、森や平原が広がる。2010年7月1日。 キボガ県の北部を咲いて新設された。それ以前は、ブテンバから約3 5トル離れたキボガが、テントだった。さらにそれ以前は、無弁で県の一部だった。県が広すぎて、県庁に行きづらかったため分離した。県名は、カンパラホイマ道を2 0トル進んだキャンクアンジから、取られた。これは、1981年から1986年に、 ヨエリムセベニがキャンクアンジの畜産農家を率いて国民抵抗運動を始めウガンダ内戦に勝利したことによる。現在でもキャンクアンジは国民抵抗運動が強い都市である。また国民指導者機関の本部があり、すべての軍人と公務員が訓練を受けている。しかし交通の利便性から部天馬が県都になった。キボガ県とキャンクアンジ県は ウガンダの地方間移住で人気のある県である。1990年代に政府は全国の農家にこの広大な2県への移住を提案した。ほとんどの住民が二言語以上を話す。2009年、キボガ県のキャンクアンジ福群では1ドル、日以下で暮らす人口が38%を占めており、中央地域で最貧だった。ありがとうございます。